月曜劇団の西川さやかです。11月の2日から4日3日間で近鉄アート館さんで、伊藤円満プロデューススタンドアローンに出演いたします。ヒロさんの出ている笑いの内閣さんの大阪公演と真裏、京都公演と真裏なんですけれども、ぜひどちらも見てください。どんなお話かというと、ダークファンタジーなんです。戦っている人たちのお話です。私も戦うのか戦わないのか、ちょっとまあその辺はわからないですけれども、エンディングが2バージョンありまして、月食と日食2バージョンあります。どちらにも同じ役で出てますので、どちらでも両方見てくださってもいいです。ぜひいらしてください。お待ちしております。